つないけど、なんか何やったっけ、あ、なんか最近忙しいねんって言うから、何してて忙しいんですかって聞いたね。なんかどうせ彼女と遊んでるから時間なくなるんやろっていう意味で、どうせそんな彼女と遊んでるから仕事ばっかり溜まって忙しくなんねんって意味で、何しててそんなに忙しいんですかって聞いたら、なんか黒島さんほどはそんなに忙しくないと思いますけどねって言われた。うざ、そういう意味じゃないし、別に忙しいって言いたかったわけじゃないし、忙しいって忙しかったけど、それは土日が忙しかっただけね。え、あのペンギン、じゃあ私は彼女とそんな遊んでるから時間なくなるんやでって言いたかったの。そんな忙しい忙しい言ってないと働けって込めて言ったのに、なんやねんあの顔、髪の毛伸びきった、なんか頑張らないって感じだしね。えほんまに、クリスマスツリーが出たんですよね、ついに。広島家にはほんまにないわ、あのペンギン、あれやへんわ、よいしょ。対戦もなかなか頑張らぬわいやけどな、まあいいよ、ほんまにありえへんわこのペンギン。何だ、何が忙しいやん、どうせ日曜日で遊んでるくせに。うちはいきなり泊まりやで、ほんまアイデアやし。何時に終わりやったっけ、まだ4分しか経てない。美咲さん、いやまだ美咲さんでよかったよ、話する人やから。これでどうする、もうそれこそなんかめっちゃ先輩とかって、まだ7くらいまではギリやん、いや7の中でもって感じけど、いや別に初じゃない、アンジさんとツーショット羨ましい、やろう締め会いかんでも、なんならアンジさんの方が来てくれるから、いいやろ、みんなは自分から会いに行ってやっと写真撮ってもらえるけど、私はアンジさんが急に隣に腰掛けて写真撮ろうって言ってくれるんですよ。いいでしょ、羨ましいでしょ、羨ましいでしょ、羨ましいでしょ、みんなはこんなサインなんて書いてもらえないのに羨ましいでしょ。でも大事なやつやからなんか直しとくね。みんなは頑張っても書いてもらえないのに、いいでしょう、それでアンジュさんがあげてくれてるから、知ってるよ、
今日さ、そうだね、フルフル先生と喋っててさ、フルフル先生っていつも笑ったらさ、ここにアイライン引いたみたいな線ができんねんけどさ、なんかそれがな、今日はなんかいつもより跳ね上げてたから、今日なんかフルフル先生アイライン跳ね上げてますねって喋ってたよね、みんなでなんか。でフルフル先生にって喋るときは跳ね上げてますねって敬語使うんですけどこっちも敬語になっちゃった、使わないけど、なんか友達にあれなんか今日フルフル先生めっちゃアイライン跳ね上げてないって聞くときは敬語じゃないんですよ。から今日なんかめっちゃアイライン跳ね上げてないって聞いたら、なんかフルフル先生に言われたみたいで、と思ったみたいで、なんかもうついにさくらが敬語使ってくれへんくなったみたいな、嬉しそうやったかわいい。でだから私は仲良くなれたからちょっとなんかそういう喋り方したいんですけど、でも仲良くなかったんですかって言ったらって言った。そんなこと言われてひどいみたいなリアクションしてた。ため息品種って何？年末ジャンボって何？宝くじ？買うわけないやん。宝くじ買う人の気持ちあんま分からんねんな。私ああいう賭けめっちゃ嫌いやから。だからなんかパチンコとかも嫌い。あ、ため口現象、ため息現象に聞こえた。じゃあ聞こえてたね、見えた。ついっていうか友達に喋ってたんけどな、私は。を勝手にフルフル先生に喋ってると勘違いされて、だから頑張ってフルフル先生かっこいいとか言ってやつだ。媚び売ってる媚び売ってるって言って笑うんです。だって親しみやすいやもん、あまりにもかわいい。いやそもそも私は敬語ですよ基本。ペンギンとかでもギリ敬語じゃない時もある。だからそれはまあ私の生き方がまあ説明してもわからんと思うけど、そういう人やねん私は。なんかね、なんて言ったら分かるやろな。なんか敬語の方が可愛い時と敬語じゃない方が可愛い時あるやん。なんか例えばやで、めっちゃ有名なやつで言ったら、なんか感情だけ敬語じゃなくて、なんかその後はちゃんと敬語みたいな。だからわあ嬉しい、ありがとうございますとか、なんかわあ美味しそうみたいなだけ敬語じゃないけど、その後の言葉は敬語みたいな、あるやん。分かりやすいやつで言ったら、私は別にそれっていうわけじゃないけど、なんかたまに外すようにしてる。ガチガチの敬語やったらなんか距離感あるかなと思って、だからちょっと混ぜてるけど、時と場合による。ちゃんとした時やったら全然敬語やし、全部敬語やし、ちゃんとしてない時やったらちょっとラフに言うし。ペンギンですら敬語の時あるんやで。何してて忙しいんですかとか、これもらっていいですかとか、全部敬語やから。フルフル先生もちゃんと敬語やけどな。なんか逆にさ、なんかこれがね、これでね、これでね、こんなんやってねんって言った時の方が可愛い時もあるやん。なんかライブ終わりの黒島は大体そうなってる。ライブ終わってすぐくらい、だから1ヶ月休んだ時の、学校休んだ時の明けで、学校多分休みの日かなんかに1回開けてもらって、なんかプリントもやし、なんか提出しなあかん紙がいっぱいあったから、それをフルフル先生、じゃあリス先生になんか指導室みたいなの開けてもらって、
やってたら、プリントやってたらなんかペンギンが入ってきて、え、何しに来たんですかって言った時とかは、まあ敬語の部分もあるけど基本タメ口やった。あ、でも何々がね、何々でね、こんなんでね、こうなったんですよって最後だけ敬語になる。だいたいそういう時です。丁寧語だけ抜けへんけど、あ、私ポニーテールじゃないで、これハーフアップです。ハーフポニーですらない、ただのハーフアップ。寒いよね。私今なんかすごい体勢で配信してんで、あのこんくらいの椅子みたいなやつに両足乗せて、なんかあぐらみたいな感じにして前屈してる。前屈じゃないか、なんか股関節伸ばしてる。私股関節は柔らかいんですよね、昔から。バレエ入る前から柔らかかった。なんか175度くらいは開いてた。で入って初日でなんかみんな180いってるから、もう気合で開けて180にした。めっちゃ痛かったけど気合。じゃあ私なんか気合でできちゃうねんな。嬉しい。なんか初めて箱って言ってもわからんか、なんかバレエのちっちゃい子がやるやつみたいな箱、なんかエビ反りみたいなやつがあんねん。それとかもめっちゃ初日やけど頑張ってやってた。覚えてるわ。すごいって言ってくれるの先生が。初めてやのに割とできてるから。あの数学のロボット先生がさなんか動いてる、かわいい、こんにちは、ご機嫌いかが、おい、捕まえた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 、もうテルちゃんただいま、うん、元気でしたか、お元気でしたかお元気でしたか。お人形さんみたいですね、あなたは。本当にもうかわいい、かわいい、ぬいぐるみかわいい。映ってない、ギリ。あんた映ってないって。残念だね、わからんけど。かわいい。くしゃいのマシになったな。ブヒーって言ってる。あんた犬なんか豚なんかリスなんかはっきりせよ。かわいいなこの顔。写真撮りたいけど配信中やねん、ポコちゃん。ごめんね、ごめんね。うん、眠たいの。うん、かわいい、かわいい主義。あ、かわいい。あ、そう、ほんでロボット先生がさ、あれ15分、あ、15分、バイバーイさようならフルフル先生結局無理やったさようなら。久しぶりにランキングでも読む？そろそろ復活していかな、やばいよな。読むか。でも今日全然見えへんねんな。13位、くっさっぽこの残りが今めっちゃ臭いねんけど。13位、ゴーシさんありがとうございます。12位、シンアットマークノエルさんありがとうございます。11位、スマタンさんありがとうございます。10位、さくらみおんさんありがとうございます。9位、やすさんありがとうございます。
8位オレオーズさんありがとうございます。7位特別警戒中さんありがとうございます。6位プロジュさんありがとうございます。5位さまあ6まあ5位マチカネクキタルさんありがとうございます。4位ソトくんさんありがとうございます。3位ニョロニョロさんありがとうございます。2位アラケンチョビさんありがとうございます。1位ナベちゃんさんありがとうございます。よしおしまい、さよなら。